の米軍式サバイバル術。後編では救助がいつ来るかわからず、サバイバル生活が長期戦になると判断した際のトレーニングについて紹介します。前編では何らかのトラブルにより、孤立した兵士たちの基本的なサバイバル術について紹介しましたが、まだ前編を見ていない方はそちらからご覧ください。シグナルミラーや発煙筒、無線などを用いて SOS サインを出したり、地図やコンパスで現在地を確認するなど、自身の置かれている状況を把握し、すぐに救助や合流ができないと判断した場合、長期間に及ぶサバイバル生活を送らなければなりません。前編ではパラシュートの布などを使用した簡易的なテントを作ってしのいでいましたが、何日もそのようなもので過ごすと体力も消耗してしまいます。まずは本格的な仮の住居を作ることが大切です。アメリカ軍にもそういったスキルはありますが、その土地の気候や使える素材などによって様々な家を作る方法があります。いろいろな方法を習得するためにも友好国の軍から家の作り方を学びます。植物を使った家、木や枝などを使った家、土で外壁を作る方法など本格的な家作りのレクチャーを受けます。付近を探索しながら地図作りなどをすることも大切です。装備していた MRE レーションがなくなってしまえば、自分たちで食料を確保しなければなりません。サバイバルキットの中にはスネアリングワイヤーが入っており、それを使って罠を仕掛け鳥などを捕獲します。釣り道具もサバイバルキットに入っているので、近くに川などがあれば魚を捕ることもできます。少し大きな動物を捕まえるためにトラップを仕掛けたりもします。竹を細工してヘビを捕獲することも可能です。もし食べられそうなものがない場合、昆虫や両生類などの生き物を食べなければならないこともあります。クモ、サソリ、ヘビなどを捕まえて食べます。クモやサソリを生で食べるのは敵が近くにいて火を起こせない場合の意味もありますが、
生きたまま食べる経験を積むことで、実際にそのような状況下に置かれた時のために、あらゆる抵抗感をなくすための意味合いもあります。これはトカゲのようなものをどうやって食べるのか、アメリカ軍にレクチャーしています。その豪快さと大胆さに皆感心します。このような友好国の軍が教えるある意味衝撃的なサバイバル食を経験する彼らは、とてもテンションが上がり、大声を出しながらお互いの根性を見せ合います。そして強い精神力が養われていきます。もし銃などの武器を持っていない場合、もしくは状況的に使えない場合、何かあった時のために武器を手作りして用意しておく必要があります。木や石などを用いてハンマーや槍、クロスボウのようなものを作ります。こんなものまで作れるのかと思うほど器用にスプーンなどの小物まで作ることができます。本格的なサバイバルスキルを 100% 使えば、このような家と豪華な食材が揃い、十分生存可能な環境を作ることができます。雪山で大隊などからはぐれた場合、ジャングルよりも過酷な状況下に置かれてしまいます。まず投資の危険を避けるため、シャベルを使い大きな穴を掘り、そこで寒さをしのがなければいけません。寒冷地での任務の際にはそれ専用のサバイバルキットが用意されているので、シャベルも防寒用の衣類なども入っています。ボディーウォーマー、日本でいうカイロのようなものから、スノーシューなど様々な雪山アイテムが揃っています。大きな穴を掘るのは本当に体力を使うもので、それだけでも大変です。これは F-35 戦闘機パイロットのサバイバルキットの一部です。食料は寒冷地用のレーションがあり、同じように火を起こし救助を待ちます。動物など食料確保がジャングルなどに比べて乏しいことから、寒冷地でのトラブルによる孤立はとても危険を含んでいます。これは蛇の血を飲ませていますが、意味的にはこれを飲めたら俺はもう何でも食べられるという根性を鍛える経験として行われています。過酷なサバイバルトレーニングでこういった貴重な体験はモチベーションも上がり、最後までやり抜く一つの要因にもなっています。何日にもわたって行われるサバイバルトレーニング、ありとあらゆる事態を想定して凝縮された内容の訓練のおかげで、彼らに何かあった際
このトレーニングが役に立つのです。何かが起こる前にいろいろなことを想定し準備や訓練をするのは民間人の皆さんにとっても同じことが言えます。非常食や簡易的なサバイバルキット、災害用品などを必ず家に常備していてください。そしてどうやって使うのか実際に試してみることも大切です。サバイバル生活において最も大切なのは強い精神力と諦めない心だと思います。 This narration is brought to you by Anne. Thank you. 番外編として私ナレーターアンのサバイバル動画を後日アップしますので、それもお楽しみに。アンチャンネルの登録もよろしくお願いします。